最後はワゴで締めたいと思います。そこにドライバー差し込んでやると、ほう、あー、そういう感じで、はい、これだけでもだいぶ時短ですよね。次これ何ですか、これめっちゃなんか太いのが入ってるんです。メカメカしまうと発射やつ面白い、かっこいい、楽しい。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はジャンボいろいろ回らせてもらったんですけど、最後はワゴで締めたいと思います。こちら僕らの動画が今日昨日と一日中流れてますんで、ありがたいことに増田兄貴爪汚いね。ちゃんとやっときゃよかった、現場周りなんでね。ってことで、今日はあややんがこの動画にちょっと出れなかったんで、あややんメインで最後ワゴを紹介してもらって、ワゴさんの解説者さんと一緒にいろいろ商品を見ていこうと思います。じゃあワゴさんに解説してもらいながら、あややんの2人で、はい、いろんな商品あるんで見ていきたいと思います。ちょっとこれ気になったんですよ。はい、何ですかねこれね。これスプリング式の端子台になりまして、はい、通常国内ではこういうネジ式が主流なんですね。あ、僕らでいうところのハーモニカ端子ですね。ですね。それが一応ヨーロッパ式の端子台になるんですけども、差し込みですか。差し込みですね。裸でいいんですか。裸で大丈夫です。寄り線は無理。いや、寄り線も大丈夫です。はい、寄り線、単線がいけるってことですか。いけるっていうことですね、両方。これは向いて刺すだけですか。向いて、寄り線の場合は専用工具がいるんですけど、うん、はい、こういったちょっとマイナスドライバーがあるんですけども、あ、すごい細いやつで、丸い方と四角い方があって、丸い方が電線挿入口で、はい、四角い方がドライバーストロークとなるんですね。はいはい、そこにドライバー差し込んでやると、ほう、電線が抜けるという。あ、そういう感じで、はい、へー、面白い。かましがいとか早くていいか。そうですね。今までこれ電気通ってる時だと気にせなあかんかったけど、はい、こっちやと流れてます、うん、はい、流れてます。いや、このドライバーに抜くときに、あ、流れないです、はいはい、そうですね。あ、そうかそうかそうか。そうですね。ドライバー伝わってきましたもんね、今までね。はい、うん、こっちの方がいいよ、ね、うん、絶対。端子上げやっぱ時間かかるんですね。かかるし、やっぱ持ち力だけで、そうやね、そうですね、持ち力だけでいきますね。はい、ユウさんの仕事半分減るようですね。うん、あとこっちのやつあれなんですね、丸端でいったらこのネジなくすんですよ ね、 ね、外したらどっか飛んでてね。これがなんていうトップジョブ S シリーズっていう感じで、はい、で電線のサイズによって一応こちらのようにシリーズがそれぞれ あるんですね。はい、3555、これが55扱いか。はい、これピッチですね。あ、ピッチ、あ、はい、あ、この間のっていうことですか。ですね、なるほどね、はい、あ、製品幅厚さですね。はい、電線の大きさは、大きさはだいたい 1.5、2.5、4スケ、6スケ、マックス25スケまでですね。へぇ、はい、なるほどね。25スケまではすごいね。25ってことは22スケまでか。22スケやね。そうですね、ちょっとヨーロッパ式のサイズなんで、あれなんで。いや、でもやっぱデカくなればなるほど、端子上げめんどくさいんでね。めんどくさいし、ね、はい、やり替えの時とかね。これが今2006、これか、これが8スケぐらいですか。8スケぐらいですね、はい、これね、ハッチでも楽やね、これですね、ハッチが知らないの、うん、最高、これはありがたい。でやっぱりお客さんで、うん、電線その裸線のまま血栓するの嫌がる場合があるんですね。あ、そうですね。でそういう時には防端子とか、うん、まあ、弊社でいうフェルール、はい、かましていただくと、もう差し込むだけで大丈夫です。でこれ WFR みたいなのもあるんですね。あります、はい。でここがテスターなんですかね。ジャンパーですね。あ、ジャンパー、はい、へえ、こういう風に渡りとか、はい、あ、そういうこと。これジャンパーになってるんですか。はい、これが、そうです。なんかどんどんスマートになっていきますね。ジャンパーさしてなかったらここで電圧測定やろうってできるんですかね。ジャンパーさしてなかったら大丈夫です。2測れます。あ、なるほどね、はい、あ、かっこいいな。ここでは2は出ないんですか。そこでは出ないですね、はい、ここはそこは大丈夫です。で出る、はい、ほんなら2テストするときはここ使うんですね。そうですね、はい、なるほどね、面白い。あ、そういうことか。押すとこがこの樹脂で押すからドライバーに電気来ないんですね。そうですね。うーん、で、うん、ここがこのジャンパーの位置ですね。ジャンパーの位置ですね。ちょっと隠れてるんですけど、ここはね、はい、すごい、最適ですね。面白い、ありがとうございます。端子上げなくなったら嬉しいです ね。これだけでもだいぶ時短ですよね。次これ何ですか。これめっちゃなんか太いのが入ってるんですけど、これが100スケをマックス200スケまで対応できる端子台。六角でひねるやつ。六角でひねるやつ、ね、ちょっとこれ使ったことあるんですけど。あ、そうなんですか。はい、某テーマパークのバッテリー工事で、初め見た時これ何やと思って、はい、うん、
でもそのままだから持ち込めるそうですね。作業的には全部こういう構造になってまして、オレンジが一応ロックレバーになりまして、はい、六角レンチで一定方向回すところがあるんですけども、はい、それを回しながら押さえてやると、ほうで、ある程度いくとボタンが沈むんですね、はい、その際にバネがパッと出てくる。あ、これですか。刺すときはこの状態で、はい、電線入れてやって、はい、同じ方向少しだけ回してやります、はい、そうするとロックが解除されて血栓できる。はあ、面白い。回し上げもいらんし、トルク管理もいらない。そうですね、はい、あれやね、主管のとこで一回来てこの端子で受けるやつがこれに変えれるっていうことですよね、うん、あそこ、こういう方向のとこで実績があるってことですね。実績があるっていうことですね、うん、はい。端子ね、穴が開えへんとかって結構あるんですけど、これ1個だと思う。そう、この手間もいらへんし、トモンってこう寄せてこう端子上げて、ね、長さ合わんかったらはまらないですもんね、あれね。でどうしても後々ね、和紙締めとかメンテナンスが必要なんですけども、これは1回血栓してやるともうずっと同じというか、和紙締めチェック絶対しますもん、はい、ここはサイズは、電線サイズはいくらまで？一応マックス200スケまでですね。200まで、6から180、55からってことですか？そうですね、スケガが50、185スケってしたから150までかな、日本の CVT とかやつ、ね、うん、これメカメカしくて刺したやつ面白い、これかっこいい、楽しい。オウム電機さんの IP67 のボックスで、まあ、こういう使い方もできますよということですね、はい、ストレートめっちゃいいんじゃないですかこれ、ね、ストレートそうですね、これつなぎやすそうですね。そうですね、でマウントできるんですよ、レールに。もうこのキャリアをつけていただくとレールに固定もできますし、直止めもできるっていうタイプですね。これこういうやつの中でね、ピースリーブとかでやるときあとめんどくさいんですよね、絶縁処理とかが ね、皮膚付きのやつでもなんかこう長さが合わなくてうまく入らなくて、で上げ直すと今度長さ足りにくくなるけど、これレバー外したらもう一回抜けますもんね。抜けます、はい、長かったらもう一回ちょっと切ってやり直しが効きますもん ね、 これね。そうですね、すごい今これ構造はもう WFR と同じ構造になってるんで、これストレートのやつ反対側にコーキングでも入れといたら、前マッサニキが言ってた、はい、これ一個用あっても面白いんちゃうかなと思って、生きてる線とか接されてる器具とかちょっと回路調べる時とかでも、うん、浮かして、まあ、テープ巻きしてちょっと置いとくっていう状態があると思うんですけど、一、うん、個用だとこれパチッと開けて閉めるだけで絶縁されるんで、はいはい、そのテープ巻く手間が抜けるし安全でいいんちゃうかなと思って、何回も使えますしね、うん、いいんちゃうかなと思って一個用。結構コメントでもありましたね。ああそうなんです、ね、こういうのんで使ってる言ってたんで、あ、ほんまですか。1個用があれば結構無理を浮かした時って結構あると思うんで、ね、電気屋さんは一個用で、はい、1個用でね、提案しておきますということで、はい、少しなでございます。ボトルティッシュにあります。来場した方がもらえる。そうですね、来場記念品になります。ゆうさんあれチャレンジしないですか、パッコチャレンジ。ぜひボールもらう。ぜひ一人ずつチャレンジしましょうか。こういうのはさらっとね、マスダにも決めるからね。ほんまにフルセーフ。おっ、イエーイ。ほんまに一発やからね、これ持ってるってことで、ボールがもらえるっていうことで。あ、でも惜しいな。ドンマイ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。OB でなくさんに。絶対強いよ。はい。ありがとうございました。見事なお知らせありがとうございました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。で、和子さんお二人出てもらってるんですけど、一言ずつもらいましょうか。和子ジャパンは結構展示会とかもたくさん出ていて、いろんな製品を出してます。電気工事さん向けのコネクタだったりとかに始め、まあ、端子台とかそういうのもいろいろ出してますので、ぜひ和子ジャパンをご贔屓にお願いいたします。ちなみに何担当ですか。私展示会担当です。あ、展示会担当、はい、展示会に来たら会える。会えます、会えます。お願いします。ツイッターもやってるんで、ぜひフォローしてください。中の人、中の人です、はい、はい。まあ、これからもお客様のニーズに合ったような製品をどんどん作っていきますので、ぜひ和子ジャパンコネクタ始めた次第よろしくお願いいたします。お願いします。ということで今日のジャンプはこれで終了になります。かなり撮ったんで長い配信があると思うんですけど、皆さん最後まで見てもらってありがとうございました。さよなら。
とりあえず面白くしたいです電気屋を。